宮津市長の木崎正文です。新型コロナウイルス感染症の影響もあって今後の生活について不安を感じておられる方も多いのではないかと思います。どうか一人で悩みを抱え込まずに、まずはご家族やご友人、職場の同僚など身近な人に相談してください。もし身近な人には相談しづらい、あるいは相談できる人が周りにいないというときは、生活でお困りの方は市役所社会福祉課生活支援係、または宮津市社会福祉協議会に。生きていることさえつらい、しんどいという方は電話相談や SNS 相談などによる命支える相談窓口などに、あなたの不安や辛い気持ちを伝えてください。あなたからの相談を待っています。支えにつながるその一歩をどうか踏み出してください。